アップルリモートアップルリモートは iMac 及び Mac mini など向けの赤外線通信を用いたリモートコントローラーである。複数のアップルリモート対応機器が混在する場合はペアリングを行うことでアップルリモートと対応機器を紐付けすることができる。ペアリングはアップルリモートを対応機器の受光部に向け 10cm 以内の距離に近づけて曲送りボタンと メニューボタンを5秒間長押しする。ペアリングに成功すると、Mac の場合はディスプレイが暗くなり、中央に白い鎖のマークが大きく表示される。iPod Hi-Fi の場合は LED が点滅する。一度ペアリングした Apple Remote を他の機器とペアリングするには、あらかじめペアリングを解除する必要はなく、そのまま他の機器とペアリングするだけで良い。 意図的にペアリングを解除したい場合はシステム環境設定のセキュリティパネルにて登録解除を行う。Apple リモートが付属する旧 iMac は本体側面部に磁石が内蔵されており Apple リモートをくっつけることができる。携帯電話についている赤外線通信を利用して携帯電話を Apple リモートのように操作することができる。 アップルリモートのように操作するには iApple アアなどを利用することで使用できる。Apple 新しい iMac G5 を発表。Apple リモートがアルミボディの新デザインにありがとうございます。